プロポーズしようってなんです。知らない男の人と2人で、この2人付き合ってるで、この人が2人同時にプロポーズして彼女がどんな反応をするのか、指輪も用意してる、これはやばいな、だいぶ修羅場やで。結婚しようとしてて浮気されてたら、その相手に対してどう思います？はい、どうも、ジャックポットです。今回依頼者さんがこちらの方で、2人の男性がいるんですけど、異例なパターンなんですけど、ざっくり僕たちも DM でやり取りして今日ちょっと集まってもらったんですけど、説明がちょっとどういう関係かっていうのを、僕付き合って3年になる彼女がいるんですけど、今日が3年の記念日で、これを機にプロポーズしようって言ってたんですよ。でも2週間前にある友達から、お前がプロポーズしようと思ってるとこの子やんなっていう写真見せられて、でパッと見たら知らない男の人と2人で写ってるんです。だからそいつが、この2人付き合ってるでって言って、俺の彼女やし、こいつ知らんし、どういうことって言って、とりあえずその写真に写ってる男に話しようと思って、そいつに言って繋げてもらって、今日来てもらったこの人がその男です。彼女さんの浮気相手。そうなんです。本当はここで話つけて喧嘩になるかとか思ったんですけど、話聞いてると彼もあるで、僕の存在全く知らなくて、どう思ったかと思って、ただ彼でも真剣に。彼女と付き合ってたんで、2人とも被害者じゃなくて、拗ねる相手がこの子じゃなくて、まあ、彼女だったのかなということで、仕返しじゃないですけど、話聞いてもらおうと思って、お二人にお願いしました。新しいパターンなんですけど、その今までは結構、僕ら浮気調査とかするんで、いろんなパターンがあるんですけども、まあ、今回は、まあ、彼氏さん的には、ここでの話はもうある程度終わってるっていう、真剣に考えていた彼女さんと本当は今日プロポーズする予定やったっていうことやったんで、どうしたいっていうなんか希望じゃないですけど、まあ、ここで話し合って出た結論というか、どうしようかってなったのが、2人同時にプロポーズして彼女がどんな反応をするのか、シミさんの方には彼女の反応をさらしてもらったんで、お二方と もう彼女さんとも別れるのは、そういう感じで、なんか、楽しめられたらなみたいな、復讐したい。僕たちもさすがに顔とかまでは晒したりとかもちろんできないですし、もちろん他の動画でもそうですけど、特定されてしまったらそこにこう被害が及ぶ可能性もあるので、やっぱそこはこう安全を考慮してちゃんとやらせてもらってるんで、まあ、もしかしたら周りの方とかやったらもう気づく方とかいるかもしれないですけど、僕らとしてはできないっていうのはあるんで、まあ、もちろんその、まあ、相談された以上、一番やっぱり悪いのは彼女さん、僕たちとしても何かこうその彼女さんに対しても言わないといけないことっていうのも2人からしっかり言った方がいいなって思うのと、で僕たちももしその間に入れれば何かこう伝えれるものがあるかなとは思うんですけど、顔をさらすとかはそれはできないんですけど、まあ、それで大丈夫やったら協力したいと思います。あくまで僕たちは仲介なんで、もうここがもう和解しているのであれば、彼女さんとその後トラブルであったりとか、今日もう完全に話を終わらせるっていう形で終わりたいんですけど、そこだけ約束してもらえるんやったら協力させてもらいます。どこまで行ってもやっぱりお二方を騙してた彼女さんが一番悪質だと思うので、そこはもう僕たちも一緒なので、どっちも同等の立場の僕らは被害者やと思ってるんで、今日がもしかしたら最後になるかもしれないんで、しっかりと伝えたいことっていうのを伝えて、綺麗さっぱり終われたらいいかなと思ってるんで、それでも大丈夫ですか？お願いします。今日彼女さんは家に呼ばれて、はい、僕の家に呼んでます。ちなみに彼女さんが来るまで時間ってどれぐらいあるんですか？1時間ぐらいで来るかな。さっき家ちょっと入らせてもらって、カメラとかセッティングさせてもらって準備段階入らせてもらっていいですか？はい、依頼者さんの自宅の方に伺わせてもらいたいと思います。依頼者さんのご自宅の方にちょっとお邪魔させてもらってるんですけど、彼女さんが帰ってきたタイミングでプロポーズしてもらって、そこからお兄さんちょっと隠
くれてもらえるんでしょうか。僕らは別の場所でモニタリングしとくんで、もうそろそろやなっていうタイミングで、僕たちもあの玄関の鍵だけ開けといてもらえたら入ってくるんで、そこで2人と神野さんがちょっと初対面っていう感じでやらせてもらって、まあ、いろんな感情が湧くとは思うんですけど、できるだけ感情を抑えて、絶対あの手とかは出さないのでもちろんなんですけど、まあ、そこだけ約束してもらえたら大丈夫なんで、それ大丈夫ですね。クズ彼女さんを懲らしめたいっていうことなので、ジェイに終わらせて次に進みましょう。お疲れ。どうしたなった、ごめん。忙しかった、ちょっと忙しかった、ちょっとどうしたなったんじゃ、ごめん。まだ時間あるし。元気もあるやな、あのご飯屋さん。そう、言ってたとこ契約してくれてね。契約してる、ありがとう。夜やん。え、まだ10やなんてか。3年やな。3年やな。でな、ほんまは店行ってから言おうと思ってたけど、言いたいことある。今日で3年やんか。結婚してほしいなと思ってて。結婚、いや、待って、結婚してください。待って、プロポーズ。はい。マジ？また。今ずっと考えすぎた。2、3ヶ月前ぐらいかな。ちゃんと言おうと思ったの。旅行行った時ね。あるぐらい。マジで言ってんの？本当。でも結婚さ、結婚かずってしてもらっちゃう。私さ、旦那さんさ求めるもんっていうかさ、絶対男女だからさ、これからいろいろさ、女の人会うやん、ちょっと。浮気とかさ、不倫とかさ、絶対やらへん。絶対せん。約束する。できる。一緒にしようから。そのつもりで言ってるから。逆にな。うん。絶対せんといてな。うん。言わしてないよな。うん。そこは約束するわ。オッケーってことでいい。うん。ありがとう。ですが、指輪も用意してんねんか。え、マジで？ただ、今ちょっと待たされへん。全然それは代わりに、ちょっとサプライズある。何？目隠ししといて。絶対目開けたらあかんで。うん、分かった。絶対あかんで。うん、何？怖いって、マジで。何なん？何してんの？もういい？いいよ。誰か分かる？結婚してくれ。ちょっと今何でしょ、何なの？友達じゃなくていいか。友達出るとかじゃないよ。結婚してくれ、俺とは。ここでもしてた。まず何なの？これやばいな。これはやばいな。だいぶ修羅場やで。いや、もうめちゃくちゃテンパってモテるんちゃう、これ。タイミング見てヒートアップしたタイミングでちょっと危なそうやったら僕たちも行きます。もうちょっと様子見ようか。どうするつもりやった？今俺 OK してくれてんの？誰これだけ？おかしいな、そんな話。え、よう関係ないんだよ。もう全部聞いてねえか。全部無理やで、もうほんまに浮かれてたなぁ、今。どうするつもりやった、ほんまに。何か信頼なんない？関係ないやん。プロポーズの OK が嘘やったんか。こっちは切る気やったのに。それをまず言えよ。だいぶヒートアップしてきたんで、僕たちも突撃しに行きます。撮ってます。証拠です。証拠？プロポーズ受け出せないですか？この場でノーをつけてきますよ。めちゃくちゃ条件まで出してプロポーズ受けたじゃないですか。あ、すいません、一回来てもらってパーティーさん。それやばいでしょ。ラチが開かないんで、まあ、いや、ちょっと携帯いじらないでもらっていいですか？サワーマン言ってんねん。どうするつもりやったんだ、言えって。